僕らコンビ組み立ての結成当時、はい、小峠が、はい、財布と携帯を持ってなかったんですね。ちょっと待って、何年前だよ。16年ぐらい前ですね。16年前ですけども、はい、僕携帯持ったのは、はい、ずいぶん遅かった。東京来た時もまだ携帯持ってなかったですからね。何年前ですか。持ったのはじゃあ何年前。25ぐらいの時なんで、うん、まあ、11年ぐらい前になるんですかね。多分25か6ぐらいの時に初めて持ちました。その時も全然普通に普及されてましたから、もう、僕相当珍しがられましたよ、携帯持ってないこと。あのね、はい、一流芸能人ってむしろ持ってないよね。はい。一流まで行くとね、持ってない。しかもね、財布持ってないってもそうなのよ。ね、自分、全部おマネージャーさんが扱って、はい、一切そういうことはもうお任せっていう、はい。もうすでに一流芸能人を想定してやってるわけ？いやいや、なんかね、うん、嫌いだったんですよ。財布とか、携帯とか。だからもう、財布、お札をケツのポケットに入れて、小銭は前ポケットに入れて、みたいな。そう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 。で、電話もなんか嫌でしたね。なんかそうやって誰か縛られたりするの。かっこいい言い方になりましたけども。はい。そうなんです。ビッグトゥモローか、お前は。あの、インタビュー。はい。でもそうなんです。縛られたくないって。縛られたくなかったんですよね。だ携帯、今ね、今となっちゃうもう、財布も持ってますし、うん、携帯も持ってますし。うん、すぐ返事来るもんね。そうなんですよ。で、あと。西村がよこさないんだよ、こいつが。こいつはね、ほんとダメですよ。こいつはメールよこさないですよ。こっちの方がね、こっち、西村くんの方がね、よこしそうな顔してんのよ。はい。何しそうですか？え？メールをちゃんとよこしそうな。はいはい、あんたいつまでもよこさないで。え、僕すぐやりましたよ。やってない、やってない、やってない。え、そうですか？うん。で、小峠くんはね、はい、数秒後に来ますからね。そうです。やっぱ先輩には、それはもう、なるべく早くレスポンスを返すのが常識ですよ。いやいや、それまあね、そうです。はい、